こんにちは、速稼塾の久保でございます。私ね、特にコンサルを売ってるわけではないんですけども、コンサルを頼まれることもあるんですよね。で、最も多く頼まれるコンサルの種類っていうのが、店舗ビジネスのウェブマーケティングとかネットを使った店舗ビジネスの成功へのコンサルですね。これ私ね、こういうのって困るんですよね。っていうのがね、ネットを使ったら経費かかんないんですよ。商品作りにも宣伝広告にも人件費にもお金かかんないんですよ。だからネットだけでやればもう私も楽だし、みんな楽なんですよ。でもね、このネットと店舗を組み合わせてってことになると、なんでわざわざね、店舗独自でやって赤字になるものに対してネット独自でプラスになるものを組み合わせちゃうのかなと思うんですよ。だからそこが気が重いんですよね。だって別にネットで、情報商品作ってネットで集客して、でネットでセールスすれば店舗いらないわけじゃないですか。わざわざ経費がかかって損益分岐点が上がるようなことをして、そしてね、店舗を成功させるって、いや店舗がないっていう状態がいいじゃないですか。店舗には人も雇うし、仕入れ業者さんも入るし、店舗の維持費もかかるし、内装も変えないといけないんですよね。だから店舗がない状態でウェブだけ使えば一番いいのに、なんでなんでしょうね。これはなんでって分かってますけどね、やっぱ人にはね、店をやりたいって思いがあるんですよ。いやー、きついですね。店舗をやってきて非常に苦しんだ私から言わせれば、ネットでビジネスできるようになるんだったら店舗やんない方がいいですね。それこそ老後の楽しみぐらいで、赤字のまんまずっと続けててもいいよって形になればいいんですけども、将来ある意味で赤字を抱えるのは非常に良くない。店舗とかね、で黒字にするためには工夫しないといけないじゃないですか。で、なんで黒字にならないかっていうと、店舗は経費がかかるからなんですよ。だから店舗がなくなってウェブだけでやれたらね、ネットだけでやったら経費がかかんないんでプラスしか出ないから、例えばプラス10万の月賞になったらそれがプラス10万の月収になるんですよね。困った。皆さん、店舗をお持ちの方はすぐやめましょう。リスク高いでしょ。今回の感染症騒ぎでもありましたけども、いやリスク高いですよ。で、なんでリスクが高い状態になってるかっていうと、出店する店舗が多すぎるんですよ。現在の3分の1ぐらいになったら、コンビニでも焼肉屋でもお魚屋さんでもね、現在の店舗数46万6店舗だったかな、あるんですけども、64万店舗が大体3分の1、20万店舗になったら価格競争もないですし、そこそこ高い値段つけても大丈夫ですし、営業時間も長くしなくてね、例えば昼の11時から夜の9時とかにするじゃないですか。じゃあ営業時間短いでしょ。営業時間短いんですけど、お客さんが選ぶところがもう本当に数がないんで、60万店舗もないですから、20万店舗になったら空いてるうちに行こうっていう風になるんで、店舗の負担も減るんじゃないかなと思うんですよ。過当競争が起きるからサービスを過剰にして24時間やってみたりとかね、休日を作らなかったり、天休日を作らなかったりするわけじゃないですか。いやー、いってらっしゃい。